ベン・アスクレンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、レスリング選手。アイオワ州、シーダー・ラピッツ出身。ルーハスポーツ、エボルブ・ MMA 所属。元アン・セカイウェルター級王者。元ベラトア・セカイウェルター級王者。6歳からレスリングを始め、アローヘッド高校時代に2度ウィスコンシン州王者となった。水ズーー大学では、 大学レスリング最優秀選手賞のダニー・ホッチ賞を2度受賞 NCWA ディビジョン1で2度王者となりオールアメリカンに4度選出された卒業後もレスリングを続け大学時代までのフォークスタイルからフリースタイルへの移行に苦労するも2008年には北京オリンピックに出場したアマチュアレスリング時代はピンホールを得意とし NCWA ディビジョン1歴代3位の ピンホール記録を保持している。多くのトップレスラーが筋肉質な体格をしているのと、対照的に、アスクレンは背が高く細身の体型だが、この体型により他のレスラーができない動きをすることが、できそれが勝利につながった。ニックネームのファンキーも、NCWA の決勝戦で対戦相手にヘッドロックを仕掛けようとするなどの型破りなレスリングや、 巨大で奇抜なアフロヘアをしていたことから名付けられた。2008年12月、アメリカントップチームで総合格闘技を学び、2009年2月7日に総合格闘技デビュー。2009年9月26日、アドック2009の 77kg 未満級に主催者推薦で出場。1回戦でトニリンデンと対戦し、片方めで一本勝ち。 二回戦でこの大会で優勝するパブロポポビッチと対戦し、アンクルホールドで一本負け。2010年4月15日、ベラトア初参戦となったシーズン2のウェルター級トーナメント1回戦でライアントーマスと対戦し、ギロチンチョークで 1R 一本勝ち。5月20日、準決勝で欠場したジム・オールヘッドの代役ライアントーマスと再戦し、3から0の判定勝ち。 6月17日、決勝で、ダンホーオンバックルと対戦し、3から0の判定勝ちを収め優勝を果たした。ベラトア世界王座獲得2010年10月21日、ベラトア33のベラトア世界ウェルター級、タイトルマッチで王者のライマングッドに挑戦し、3から0の 5R 判定勝ち、王座獲得に成功した。ルーファスポーツに所属事務を移籍した。 2011年10月29日、ベラトア56のベラトア世界ウェルター級、タイトルマッチで、J ・ヒエロンと対戦し、2から1の 5R 判定勝ち、王座の初防衛に成功した。2012年4月6日、ベラトア64のベラトア世界ウェルター級、タイトルマッチで、ダグラス・リマと対戦。ストライカーのリマ相手に、終始グラウンドで優勢に進め、 3から0の 5R 判定勝ち、2度目の大座防衛に成功した。2013年1月24日、ベラトア86のベラトア世界ウェルター級、タイトルマッチで、カール・アモーゾと対戦。トップコントロールからパウンドと肘打ちでアモーゾを負傷に、追い込み、3R 終了時にドクターストップによる TKO 勝ち、3度目の大座防衛に成功した。 2013年7月31日、ベラトア97のベラトア世界ウェルター級、タイトルマッチで、アンドレーコレシュコフと対戦し、ほぼ、コレシュコフに何もさせず、最後はパウンドで4キコ勝ち、4度目の王座防衛に成功した。2013年11月14日、契約試合を消化した、ベラトアと再契約の交渉をするが締結に至らず、 ベラトアがアスクレーンをリリースしたことを発表した。2013年12月9日、1FC と2年6試合の契約を交わしたことが発表され、シンガポールのエボルブ MMA 所属となった。2014年5月30日、1FC 初参戦となった 1FC16 で、バフチアル・アバソフと対戦し、片固めで 1R 一本勝ちを収めた。 ワン世界王座獲得2014年8月29日、ワン FC19 の世界ウェルター級タイトルマッチで王者鈴木新たちに挑戦し、序盤から鈴木を圧倒し、パウンドで1キコ勝ち、王座獲得に成功した。2015年4月24日、ワンチャンピオンシップ26のワン世界ウェルター級タイトルマッチで、 ルイス・サッポと対戦するも、アイボークでサッポが試合続行不可能になり、ノーコンテストとなった。2015年11月13日、ワンチャンピオンシップ33のワン世界ウェルター級、タイトルマッチで、ルイス・サッポと再戦予定だったが、サッポの体重超過により、ノンタイトル戦に変更された上、サッポが試合を拒否したため中止された。2017年5月26日、 ワンチャンピオンシップ55のワン世界ウェルター級、タイトルマッチで、アギランタニと対戦し、片固めで 1R1 本勝ち、王座の初防衛に成功した。2017年9月2日、ワンチャンピオンシップ59のワン世界ウェルター級、タイトルマッチで、ゼバスチャン・カデスタムと対戦し、パウンド・デニ・ティコ勝ち、2度目の王座防衛に成功した。2017年11月25日、 ワンチャンピオンシップ65のワン世界ウェルター級、タイトルマッチで1階級下の元ライト級王者、青木真也と対戦。寝技に引き込んだ青木に対し、パウンドで開始57秒の TK を勝ち、3度目の防衛に成功した。2018年11月3日、UFC とワン FC との間で交渉が成立し、デメトリアス・ジョンソンとトレードという形で、 アスクレンが UFC と契約したことが発表された。2019年3月2日、UFC 初参戦となった UFC235 でウェルター級ランキング6位のロビーローラーと対戦。試合序盤にスラムからのパウンドで TKO 寸前まで追い込まれるも、すぐに立て直して 1R 終盤にブルドッグチョークでテクニカル一本勝ち。試合後、 レフェリーのストップをめぐって論争が起きたが、ネバダ州アスレチックコミッションエグゼクティブディレクターのボブ・バーネットが、レフェリーの判断は間違っていなかったとのコミッションとしての見解を出した。2019年7月6日、UFC239 でウェルター級ランキング4位のホルヘ・マスビダルと対戦し、タックルを仕掛けようとした際に、カウンターの飛び膝蹴りで UFC 史上最短となる。 開始5秒の失神小負け。キャリア21戦目で初黒星を喫した。2019年10月26日、UFC ファイトナイト、マイア VS、アスカランでウェルター級ランキング10位のデミアン・マイアと対戦。スタンドでは互角だったが、寝技の攻防で劣勢となり、3R にリアネーキドチョークで締め落とされて1本負け。破れ走ったもののファイトオブザナイトを受賞した。 2019年11月18日、総合格闘技からの引退を発表し、以前から股関節に問題を抱えていて、医者と話し合ったら、左股関節の置換術が必要だと言われた。最後まで自分の道を全うできなかったが、こんなに素晴らしいキャリアを歩むことができて、感謝の気持ちでいっぱいだ。UFC での敗因が、股関節の怪我によるものだったとは思われたくないと、語った。 2021年4月17日、プロボクシングデビュー戦で、ユーチューバーのジェイクポールと対戦し、右フックで1回 TK を負け。ありがとうございます。